作物ができてるね。農園に行きますか。プレゼントが届いてるよ。はい、何です？いい感じだね。私は追い込み場が好きだね。豪快にグワーって上がってくるのがたまんないね。体重はバッチリだね。嬉しいか？よしよし。ねえねえ。いい感じだね。クエスト達成、やったね。ちょっと聞いてよ。いいじゃないの。いい感じだね。今週はレースがあるよ。いい感じだね。体重はバッチリだね。はい、何です？一番人気だね。ただいまより投票受付を開始します。Thank you.
地面に広がる新緑から菓子の女王の座を夢見る12頭がスタートの瞬間を待っています。スタートを切りました。ものすごい声援を受けて最初のスタンド前、典型的な逃げ馬はいません。思い切って行くのは何か。7番オイスターチュケットが上がってまいりました。それから片のアラベスク、そしてその後ろからテイエムオーシャン、それから足毛の馬体ポイントフラッグであります。そして5番手にパッピーパス、その内からは9番アスクコマンダー、その後ろでやりましょうか、11番レディーパステル、その内に3番追い分け光、それからダイワルージュ、内から1頭5番サクセスストレイン、8番クリゲの馬体ムーンライトタンゴ、しんがりからローズバド、12頭第2コーナー左にカーブを取ります。さあ先頭の方はどうなっているか。依然先頭オイスターチケット、カタノアラベスクがそのうちにいます。ちょっとばらけてきました。それからこれも人気を集めております。4番テイエムオーシャン、1番ポイントフラッグ、9番アスクコマンダー、12番ハッピーパス、下がって6番手内を通ってレディーパステル、追い分け光が並んでいっています。ダイワルージュ、内を通りましてサクセスストレイン、ムーンライトタンゴ、ローズバドがその後ろ。ペースが落ち着きました。オイスターチケットが先頭です。そして1番人気のカタノアラベスク、うまくいっているんではないでしょうか。テイエムオーシャン、そしてその後ろから1番ポイントフラッグ、それからアスクコマンダー、そして外からは12番ハッピーパス。さあ東京競馬場のスタンドから大歓声が上がります。先頭行く緑の帽子はオイスターチケット、抜けた抜けた、2番カタノアラベスク、怖い馬が来た、8番ムーンライトタンゴだ、ムーンライトタンゴが差を詰めてきた。先頭は桜の女王カタノアラベスク、半馬身リードカタノアラベスク、先頭ダイワルージュ懸命に追う、先頭竹豊とカタノアラベスク、これは阪神レースになりました。内か外かほとんど同時。先は長いよ。体重はバッチリだね。まあまあかな。はい、何です？私は追い込み馬が好きだね。豪快にグワーって上がってくるのがたまんないね。
ねえ、はい、何です？